はい、皆さん、こんにちは。ことふみです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は2024年の5月の25日です。チャンネル登録と通知設定よろしくお願いいたします。早速始めます。トラウヤ文の SNS からです。昨日はブロンクス、ニューヨークのブロンクスで、とても素晴らしい驚くべき人が集まるラリーを行って、集会を行ってます。そして、その後はまた裁判の話になっております。 まずはこちら、バイロン・トランプさん。私が見たものは驚くべきものでした。群衆がこれを代弁しました。彼らは彼の復帰を望んでいます。それは素晴らしいイベントでした。おそらく私がこれまで参加した中で最高の政治集会でした。すごい熱狂の様子ですよね。 フォックスニュースが伝えています。ニューヨークでは2020年は95%が梅田大統領に札を入れたんだそうです。しかし今回、このニューヨークのブロンクスの集会は2万5千人が集まった。こんなことは前代未聞だとおっしゃっております。Has I eat bacon anymore. はい。で、 バイデン政権は不法移民ファーストである。私はアメリカファーストであるとおっしゃっております。そして今呼んでいるのは、これは蛇に関するあの偶話を最近、虎親分はよく引用しています。どういうお話かというと、蛇が困っていて、もう瀕死の状態で倒れているのを女の人が助けるんですね。それで家に帰って温めたりなんだり解放するんです。そして、 ヘビが回復しました。そして、女の人がそのヘビに、ああ、よかったわ、よかったわ、なんて可愛らしいヘビさんなのなんて言ったら、ヘビがガブリとその女の人を噛みました。そして女の人は、え、なぜ私はあなたを解放して助けてあげたのに、ヘビは言います。君は知っていただろう俺は毒ヘビだってこと。ということで、女性の方は亡くなってしまう。 というお話です今のアメリカがそうだとよくトランプさんは言っております日本はもう噛みつかれてね毒が体中に回っているのにまだ気がつかないというもうな,なんとも言葉にならない状態になっておりますねで今こちらの方々いろいろインタビューに答えてますがみんなトランプさんに対する熱狂的なことを言っていますねあの自分たちはお金が欲しいんだインフレなんか欲しくないとかねそういうことをおっしゃっておりますはい。 そして、これだけ大きなラリーをした、それと並行してね、裁判も進んでおります。それでは、虎親分の SNS から読んでいきたいと思います。私がオバマ政権から引き継いだものの、ほとんどすぐに私たちの政権に解雇された、史上最悪の F 機関の長官が、司法省と F 機関の他の多くの腐敗した関係者たち、泥を流せ、の始まりだ。 とともに、詐欺事件について嘘をつきまわっています。ソロスが支援した検察によってもたらされました。アルビン・ブラック氏、そして非常に対立した民主党任命判事、ファン・マーチャン氏によって永続化されました。コミーに関する本当の話を知りたければ、マイケル・ホロウィッツ監察長官が発表した報告書を読んでください。この報告書には、 コミーっていうのは解雇された虎尾分の時に解雇された F 機関の長官ですね。コミーの恐怖がすべて詳細に記載されています。もしコミーが私たちの目の前で破壊されつつある私たちの司法制度に少しでも敬意を持っているのなら、彼は嘘を広めるのではなく、根性のねじくれ曲がった梅田に触発された魔女狩りと戦っているでしょう。初べき地方検事とその凶悪犯たちが不代理干渉目的の裁判を主導している 極度の矛盾した判事、ファン・マーちゃんと根性のねじくれ曲がった梅田によって全面的に承認を得て、帳簿上の誤りについて話し続けています。と私は推測しています。彼らは私から何の影響力も議論もしていない簿記係が弁護士への訴訟費用の支払いを正しく訴訟費用と呼んだという事実を指しているのです。つまり、何の連絡もなかった簿記係が 帳簿のドロップダウンメニューから弁護士への訴訟費用よ、訴訟費用として記入したために私が起訴されているのです。すいません、読みながら笑ってしまった。それの一体何が悪いのですかそして他に何と呼びますか この馬鹿げた罪状のために人気のある大統領、市上のどの現職大統領よりも多くの札を獲得しましたが、その大統領と民主党の反対者であるひねくれた梅田に対する世論調査の現在のリーダーに対する迫害に何百万ドルも費やされてきました。誰も起訴されることはなかったでしょう。 他の裁判官ならこの詐欺行為の続行を許可しなかったでしょうし、ブラックも政府の他のどの機関も検察官もそれを持ち出すことを許可しなかったでしょう。私たちはニューヨークの不正な正義システムと戦っています。魔女狩りです。私が不当かつ憲法違反で起訴されている簿記上のミスは、簿記係が無邪気かつ正しく弁護士に支払った訴訟費用、 を、訴訟費用と呼んだという事実です。もっと簡単な言葉で言えば、私は法的費用、法的費用と呼んだのです。他に何と呼びますか梅田に触発された不代理鑑賞のデマです。次、これは大きく重要で驚くべき出来事でした。しかし、レームストリームネットワークメディアの多くは報道を拒否しました。へえ、なぜだろう これは先ほどのニューヨークの、今回のニューヨークのブロンクスの非常に大きなたくさんの人が集まった集会のことを指しております。はい。今流しているのはこのブロンクスのスピーチの最終の部分ですね。後で時間がありましたら日本語にして別枠でアップしたいと思います。次。渋滞料金は ニューヨーク市にとって災難です。私は何年にもわたって連邦レベルでそれを阻止しましたが、根性のねじくれ曲がった梅田はそれを鉄道で突破しました。大規模なビジネスキラーであり、ニューヨーカーとマンハッタンに行くすべての人に税金を貸します。オフィスに戻って最初の週に混雑料金設定を終了します。マンハッタンはビジネスを探しているのであって、ビジネスを潰そうとしているわけではありません。次、腐敗し、 深い矛盾を抱えた民主党に任命された判事代理、ファン・マーちゃんは、マンハッタン・シャム裁判をさらに強化するために全力を尽くしています。彼は犯罪はなかったというであろう、高く評価されている不代理法の専門家を私が紹介する機会を拒否しています。この裁判官の矛盾は完全に失格ですが、 憲法違反で非合法である、この刑事デマの重要な部分について、陪審による全会一致の決定を要求することさえしていません。全てが正しく行われ、訴訟費用は訴訟費用として報告されたため、訴訟全体が直ちに終了し、全ての容疑が破棄されるべきです。裁判官がニューヨークと我が国の司法にこれ以上の損害を与えることは許されず、全ての法学者と専門家は、 これに同意しています。シャム全体はひねくれた梅田の白い絵による忌まわしい政治的魔女狩りです。不代れ妨害。次、コロラド州共和党議長デイブ・ウィリアムズがコロラド州第五会員ン不代れ区に立候補しています。彼の反対者はチャールズ候補災害である C 国の繁栄を支持するアメリカ人として支持されており、緊密に協力しています。 デイブはスーパーチューズデーで30ポイントの大勝利を収めるのに貢献し、今年11月にはコロラドでの勝利に貢献してくれるでしょう。議会ではデイブは国境を確保し、不代入れの誠実さのために戦い、軍人や退役軍人を支援し、包囲されている憲法修正第2条を守り続けるために懸命に働くつもりです。デイブ・ウィリアムズは私から完全かつ全幅なる指示をされています。 次。シャネル・ブランチェンは、ウィスコンシン州の実績のあるファイターです。彼女は一貫して憲法上の自由を擁護し、ウィスコンシン州の自由で透明なフダイレのために戦ってきました。シャネルは、ウィスコンシンを自由に保つという彼女の誠実さと粘り強い決意を証明しました。ウィスコンシン州には、フダイレで選ばれた議員の責任を問うために、フダイレ資格者に権限を与えるリーダーが必要です。 シャネル・ブランチェンほどそれをうまくやる人はいません。彼女は私の完全かつ全幅なる指示を得ています。シャネルは決してあなたを失望させません。次、オハイオ州、州憲法改正後、不代で資格者の市民権ステータスを確認する取り組みを拡大。 と発言しています。それはこれを受けてのことです。オハイオ州のフランク・ラローズ国務長官は地方不だで管理委員会に対し、州の不だで資格者登録名簿から市民でない人を削除し始めるように求めているというものです。皆さん戦っていますね。はい。日本も頑張りましょう。それではまたありがとうございました。